7月15日木曜日です。気分憂鬱竹坊の今日も PON。 竹坊です。今回の、トミックスの製品は1977年に、出た商品の動画です、これです。コム120箇所、香港製です。トミックス以前にトミ9スケールからも、出てました。1973年からですね。一応カタログで1977年としています。今もなお、形はかなり変わってしまいましたが、ロングセーラーです。こんなマイナーな車両をよく製品化したなと思います。で、こちらのコム1ですが、これは初期製品です。色違いで、こちらですね、グリーンというのもあります。グリーンっていうのは一般ですね。香港製貨車、350円でした。一つですね、かなりね、ちょっと特徴があるんですけどね。これコンテナがですね、なんとこのようにくっついているんですね。これ今のね、コム1は一つずつコンテナが取り外せるようになっています。で、こういうふうに茶色になっているんですね。茶色に、はい、で、こちらですね、走行のところがですね、カプラポケットはなく、グリーンマックスみたいな、ピンというか、なんていうんだろうね、突起でなんか支えてる。で、これコム15ってなっております。旭川駅上位となっています。これしかしこれなんかこれ2つくっついていますけどね、ナンバーが同じなんですよね。コンテナのナンバーはね。こちらですね、かなりリニューアルしましたね。下回りがリニューアルして、上のところですね、上のところはそのまま、こちらですね、ミニカーブレール通過対応になって、足回り、走行関係を、完全新規にして、2008年から発売されました。で、これですね、ナンバーがようやく変更されましたね。コム、38、コンテナも番号違いですね。 C101039 と C101318 と番号がね、それぞれ違います。で、ここがね、ちょっとリアルな、よりリアルになりましたね、裏側のところ。で、このカプラーですけどね、
首振りがね、かなり広くなりました。まあ先ほども伝えた通りミニカーブレールが通過できます。今回も、このハート型のスーパーミニカーブレールを使います。果たして一番最初のコム1でこの、ミニカーブスーパーミニカーブレールの SG が通過できるかどうかということなんですね。動画番号668で今発売されている二軸貨車は通過しました。でこれはまああの里山交通の B1001 型のまあプレゼント品です。これも動画番号668にアップしてあります。では動かしましょう。どうでしょう。逆ダメですね、やっぱり。あれ、じゃあ今度ちょっと順番を変えてグリーンを前にもう一度。ああもうダメだね。もうこの地点でもうなんか浮いちゃってる、浮いちゃってますね。ダメですね、ダメですね、やっぱり。今日は主に香港線貨車コム1の動画でした。進行役は竹坊でした。